章后面的黑剑士篇这个。斩龙剑跟名剑古都，这个应该上次有看过。上次有看过，快速带过。那略过。我可以一直推进吧，推推推推推推推。黑剑士，何も考えずに殺し尽くせばいい。何も考えし。贝黑利德，活到早上，找出并击破所有潜伏在战场上的恶灵墙。没有问题，没有问题，我最会了。战斗总是撑到最后的人影，凯兹还活着，他与怪物们的战斗还在持续的。为了对抗活在黑暗中的存在，他装备黑甲胄，装上里凯尔特组装的翼手，带着古多打造的巨型大剑斩龙剑，黑剑士的复仇之旅从这一刻开始。这个时期应该是最帅的时期。左手的技术，随分ごっついが。リッケルトが何か仕込んだとか言ってたな。哎，射箭！靠背，有大炮。发动之后可以。等一下，现在看一下大炮。哦。兄ちゃんすげえ剣持ってんじゃねえか。おいちゃんもらおうか。从山坡上慢慢滚下来了。この場からとっとと消えた方がいいさ。回答方式是不是有改？死んでなかったらな。何言ってん？死ぬのはてめえの方だ。哦，有变帅，有变帅。命乞いか？もうせ、今さら聞けねえよ。看骷髅大军呢。恶灵墙，这是你。可以骑马吗？虚空召唤马。哪里有恶灵墙啊？这个是这个。只要送你一发大炮。有两个，还不暴气的。
还有恶灵墙啊。Yes， 这是来了恶灵墙。直接送他一波。好像变得蛮烂的。时间快到了。最后一只了，是最后一只了。Oh yeah！剧全部变成为杀意。黑毛有新的马可以骑了，坐在骑马了。黑剑四篇，烙印的引导。何も考えずに殺し尽くせばいい。很帅呢。游戏声音会不会太小？调一下游戏声音哦。かわいそうにあのエルフ。お
跳一下游戏的声音。噔噔噔噔噔，这样。那妖精好可怜。五ヶ城の連中には領主でも手が出せねえんだ。各大城的那些人，连领主都拿他们没辙，别和他们有瓜葛。那位小哥救命啊！なんだお前。哦，你干什么？啊？啊？見かけねえ顔だな。俺たちに何か用あんのか？没看过你嘞，找我们有数吗？こいつら悪いやつなんだ。そのでっかい剣でやっつけちゃってよ。他们是坏蛋，快要用那把大剑干掉他们。啊！このチビ。这小鬼。てめえこいつの仲間か。小子，你跟他们一起的吗？いや。不是呢。ねえ、そんなこと言わないで助けてよ。哎呦，裸体！哎，别这么说，救救我的。大層の獲物持ってんじゃねえか。話を聞かせてもらう。突然变战斗姿势。你身上这把剑挺吓人的，可以问一下吗？黑剑师兄。面倒だな。哎，真麻烦。Russia。好呀，他就这样在打起来了，救出所有人民，限时内击破所有盗贼队长，击破盗贼首领，救出所有人民，没有问题，救出所有人民。凯兹身穿黑甲胄。踏上复仇之旅，行经各卡城临近的城镇，凯兹的颈部传来一阵疼痛，这证明使徒就在附近。所谓的使徒就是守护天使神之手的奴仆，他们是为了满足自我欲望而成为怪物的人类，也是凯兹复仇的对象之一。简单的说就是小 boss。哎。旅芸人の一団にいたんだけど、盗賊どもに襲われちゃってさ。すんげえ剣、普通より鉄板。一、二、三。小精灵在我旁边逛来逛去的。あんたのボスにことずて頼まれてくれないかな。黒い剣士が来た。それだけでいい。射箭，哎，射箭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 ，一直射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 ，连发射，啾啾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 啾。おい、てめえ、仲間に何してくれてんだ？射对他，一直射。救百姓！一、二！哇，怎么突然多兵那么多？黒い剣士を殺せ！やつが俺たちの仲間をやったんだ！先救百姓。占领据点的、喔，这里有路吗？我想那边有个很奇怪的，很像旋转门啊。可以骑马吗？跑跑跑！很奇怪的巨鹿，哦。
打破就好了嘛。ありがとうございます。起来了，修哥啊！我不是一直在出手吗？这里有没有？哪里呀？这里是不是？这个，干你是藏在里面干嘛？这期好帅啊！喂，旋风斩，帅呆了！会吃人的队长，这叫什么？黒い剣士というのは何のつもりか知らんが、人間不正が我らに立てつこうとは語られたよ。用我最新的技能大炮。好下。あれは人間じゃない。
射射射射射！哎、欸，靠北！连续射箭！啾啾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 啾！好像蛮好用的嘞。再来。这你会爆气是不是？我也会啦。哦，干干干干干，对不起对不起。现在怎样？关厕所是不是？可以让我看画面吗？完全不知道在冲三小哎、欸，让我出去嘛！晕倒！那个闪雷闪不掉，有做跟没做一样。硬盘的啦，哦，十三小啦，それは生贄の焼き印。貴様は？那个是祭品之印，你是？ゴッドハンド。五人のゴッドハンドはどこにいる？神之手，第五个神之手在哪？知らん、知らんのだ。あの方たちのことは我々使徒の思いを及ぶところではない。ほ、本当だ。不知道，我不知道。那几位的事，不是我们使徒能够想象得到的，是真的。ゆっくり味わいな。自分の体が焼けただれるのよ。好好的品尝吧，自己的身体被烧了溃烂的滋味。待ってくれ。死ぬのは嫌だ。待て、助け。我不想死啊！狂战士。それは剣というにはあまりに大きすぎた。大きく分厚く重く、そして大雑把すぎた。あ、这个人又是谁？それはまさに撤回だった。那个是我从未见过的一把巨大无比的剑，既大又厚重，而且粗枝烂造。那把剑就像是铁块一般。突然来这句旁白，从来讲。噔噔噔噔噔噔！
いたいた。よう、元気？哎，找到了，找到了，你好吗？チビ、なんでお前がここにいる？啊，小鬼，你为什么会在这里？パックだよ。名前覚えてよ。面白そうじゃん、魔物なんてさ。我叫派克啦，名字要记住哦。魔物这东西似乎很有意思呢。神話や詩人の歌でしか聞いたことないもん。マジモンだぜ、マジモン。只在神话或诗人的诗里听过嘛，是真货，是真货。お前に言えたギリかよ。对啊，妖精你也是真货吧？这是你该说的话吗？悪いけど、俺にはペットを飼うつもりはないぜ。不好意思，我没有打算养宠物。ついでに言っとくけどな、俺は嫌いなんだよ。顺便告诉你，お前らエルフってやつ。我最讨厌你们这些妖精。なんでだよ。真的，为什么？弱いからさ。ムカつくんだよ。弱いやつを見ていると。因为弱者。ひねり潰してやりたくなるね。我看到弱的家伙就会生气，就会想要碾碎他们。这样嘛，我记得你们之后不是同了他机吗？不是很厉害的、很好的好朋友吗？派克的挂念。ねえガッツ、首んとこにある紋章みたいなの何？喂，凯兹，你脖子上像徽章的那个是什么？烙印だ。こいつが悪霊を呼び寄せる。是烙印，这东西会引恶魔过来。他们会追着祭品出现在任何地方。いけにえ。過去に何があったんだろう。祭品。一体何がガッツを。之前到底发生过什么事，让凯就是这个样子。祭品。何も考えずに殺し尽くせばいい。军马，它不是有个？有，这是你的黑马。战斗开始，祭品的烙印呼唤着恶灵接近。恶灵都是对尘世留恋、抱憾而终之人。其对生者抱持着怨念与嫉妒、记恨，并附身夺取肉体。凯兹的目的为打倒恶怪物，并非助人。他让自己的心染上复仇的色彩，只想打倒恶灵。帅呆了、啊、不管看几次还是觉得帅。
是吗？结束了。帅，终结技。ドス黒いもん吐き出していい気分だぜ。まだついてきてやがんのか。はい、君子啊、小经理。何しようが俺の勝手じゃん。我要怎样是我的事吧。まあそうだが。是没错的。それにしても会うたびにボロボロだね。俺が直してやろうか。话说回来，每次见到你伤口就越来越多，要不要我帮你治疗一下呢？再帮你治疗一下呢？目障りだ。消えろ。很碍眼，滚开。带个补血的妖精在旁边，不是啊？凯兹，黑剑士之名。最近黒い剣士っぷりが板についてきたんじゃない？最近黑剣士的样子已经很有型了耶。うるせえ、そういうもんじゃねえよ。啰嗦可不是在玩。結構気に入っちゃったりして。其实你挺中意的吧？妖精次元流。援護は俺に任せとけ。こう見えても俺、エルフ次元流7段だぞ。什么？海之资源的矿山交给我吧。再怎么说，我可也是妖精次元流七段，这哪里来的？なんだそれ。啊，算了，聊胜于无吧。化け物共に妖刀ざっくり丸をお見舞いしてやる。和怪物一起尝尝栗子剑的厉害吧。栗子剑，搞笑、哦。さて、おっ始めるか。判決。異端査問委員会は被告を悪魔と契約を結ぶ忌まわしき邪教の徒と断定。宣判，异端调查委员会判定，被告与恶魔订立契约，乃是可恨的邪教信徒。よってここに死刑を宣告する。因此，现在宣告处死刑。嘘よ、信じて。私は邪教徒なんかじゃない。骗人的，相信我，我并不是什么邪教徒，相信我。ひどい。真过分。今月に入って何人目だ。这个月是第几个人了？
邪教と狩りと称して無実の人間を白蛇は狩猎邪教抓走无辜的人伯爵到底在想什么ガッツ何とかしてあげられないの凯兹你可以帮他们吗やりてえならお前がやれよ你想帮就自己去吧そんなこと俺にできるわけ怎么这样我怎么可能办得到だったら黙ってな力のねえやつは口先ばかりで何もできねえ你就闭嘴没有能力的人就一张嘴什么也办不到那听有能力的人就好了カツ凯兹この痛み近くに奴らの仲間が附近有他们的同伙被黑利的不让人民败退击溃所有恶灵限时内到达目的地限时内击破所有卫兵队长击破伯爵没有问题某个地方的伯爵为了狩猎邪教徒而对领民处刑伯爵过于任性残酷的行为让众人担心自身的安危除了畏惧更对亲人不合理的丧命感到愤怒凯兹到达伯爵领地时邪教徒狩猎依然持续着从烙印留下的血告诉他有使徒存在街のどこかに潜んでやがれ見つけ出して殺す百姓俺の親友は無実の罪で殺されたんだ好哦見つけたぞ確保せよ三狩猎邪教就是在欺负弱小昔はあんな冷酷な人じゃなかったのに来来来使徒的情报 Go 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 お前を邪教徒に加担せし者とみなし投獄する抵抗すれば命の保証はない暴气了，旋风斩！哇，直接起火！哦，应该是还在往里面走一点吧。の野郎に食われた奴は人間じゃない魔物さいたや私たちの
代一代一代。开门喽！我觉得他如果打怪、打小兵的时候，可以跟打无双一样的，但是打王的时候，就有点像黑暗灵魂那样子。邪魔だよ。どけ。不然现在这样就有点，就是无脑游戏。冲啊！卫兵队长，不要！剑气震到了吧？锵锵！我操！直接结束。なるほど。戦士として一流というわけか。開門喔。水，哦，是他、哦。
超级丑八怪。先来一炮。来说剑。所以已经影响了吗？从背后攻击。苦しむというわけだ。だが所詮人に過ぎぬ貴様にはかなわぬこと。人の力では神の摂理は曲げられぬ。影響視線。怎么影响啊？悪霊どもに取り憑かれてまで苦痛と恐怖のみの戦いを続ける必要はない。無意味な戦いだ。もう終わりにするがいい。貴様をその苦痛から解放してやる。人であること、それが貴様の限界だ。人であることを超越したこの私に勝てる道理はない。就大炮，爆气，硬 A。是不是？前面废话这么多，凯兹，地上有东西。ベヘリット。この世界と重なるもう一つの世界との扉を開く。ベヘリット。打开与这世界交叠另一个世界的门的钥匙，呼唤五个神之手的钥匙。よくできてるね、これ。どうやってゴッドハンドを呼び出すのさ？这东西样子挺好看的，要怎么呼唤出神之手呢？それを知ってりゃ苦労しねえよ。我知道的话就不用那么辛苦了。あ、待ってよ。どこへ行くのさ？啊，等一下，要去哪里啊？好像可以来强化一下自己的武器哦。蒙阿克摩罗，やつの通りし足跡か。那家伙的足迹。どうやら未だ強運には見放されてはいないようだが、しかしこの道は。人の身で行くにはあまりにも過酷な夜の道。看只是尚未摆脱凶运，但是以人的身体要通过这条路，实在是一种残酷的考验。人として歩み続けることができるか。有办法走下去吗？或是获得奖杯黑剑士？所以黑剑四篇结束了。